こんにちにんにぽよー。こんにちんちん、ピーナツくん、デッキデッキー。まあこんな感じですね。動画っていうのはね、編集されてるんですよ。なんだなんだ不穏な間を作るなよ動画とはいえ動画を撮ってですね、まあ NG シーンというのは腐るほど出てくるんですね。というわけで今日はポコピー NG シーン大公開。よいしょー。 NG シーン無数にあったんですけど10本ほど選びました。おい、なんだその厳選されし NG シーンは生放送でのポコピー表っていうのでちょっと見せたりしたやつもあるんですけど、はい、まあ、動画ではね初めてなんでざっと見ていこうと思います。うわー、いや結構恥ずかしいんですよねこれ。いやだって自分が間違えたことを見るんでしょ。そうですね。いやだよ。いや反省して次に生かしていくんですよ。おいおいおい、批評じゃん知覚過敏に染みるわ。確かにこれちょっと冷たいね。ね、キンキンに冷えてやがれ。そんな冷えてないわ雑、サブチャラのり雑。キンキンに冷えてやがれポモさんもやってみて。いい、やらない、絶対やらないピーナッツくんのりをさせるな。キンキンに冷えてやがるわ、気持ち悪い、やめろよ。いやこれでも一般的だからもういやいやいや、キムタクのちょ待てよ。あー、キムタクのちょ待てよが今はキンキンに冷えてやがる。ちょ待てよってできるでしょ。まあ、あんま知らないんだよね、それ見たことない。いやいや、僕も見たことないよ。あ、よね、みんな見たことないんだよ。ちょ待てよ、なのにみんなあれやってんの。キムタクがキムタケって言っちゃったけどキンキンに冷えてやがる。やらないってなんでさせんだよ。え、意味わかんないから。いや、なんなのその、うん、ね、別になんも恥ずかしいことではないしする必要がないんだ、いいって。いや、する必要ないかもしれないけど、うん、やらないこと、うん、もう変だよ、もうこうなったら。いや、いいよ、いいよ。いや、じゃあ、わかった。うん。トネ川っていうの。知らない、何？あ、ちょっと違うか。あ、ちょっと知らないですね。いや、キンキンに冷えてやがる。うん。じゃあ、普通に言ってみて。キンキンに冷えてやがる。あ、いや、言えてんじゃん。うん。それを、うん、もっと気持ち込めて。だよ、マジでいらないんだけど。気持ち込めて言うんだよ。やりますよ、はい、ここでカット入れます。いやいやいや、はい、パンと空気悪いですね。なんだこれちくしゃー、なんで言わないんですか。いや、めんどくさい、なんでサブちゃんの気合い入れないんだよ。いいいい、なんで言わないのか、今見てもわかんない。やらないわやって。キンキンに冷えてやがれ。これはね、したくないんですよね、ボンボン。いや、しろよしろよ。楽しいね、借金の表現見返すの。楽しい、なんて楽しいね、借金の表現見返すの。なんて、え、楽しいね、借金の表現見返すの。さっきから何言ってんの表現見返すのもう一回言おう。楽しいね、借金の商品見返すの。どう、楽しくなってきた。今までいやいや付き添ってそうでしたけど、借金のこの、まあこれが100円かって思うとすごいなって思いますね。そうなんだよ、今の全部100円だからね、言えない、ね、ちょっとひどいですね。カミカミになるやつですね。まあこれあるあるですね。カミカミでしたよ、カミカミでした。やっぱね、このポンポコチャンネルの主役としてちょっと良くないんじゃないか。お前のカミカミのシーン NG シーンでも残すのめんどくさいぐらい多いんだよ。ゲストだから僕はうるさい、ゲストだから。なんかね、電池が切れた、これの。あああーん、充電器あるよね。 あるある。なんだうわー、リアルな。これはだって充電切れたりするじゃん。うわその、全員だるいんだよね。みんなめっちゃ声がリアルだよね。すごいリアルなやつだ。あーってなるよね。なるなる。ガチ恋さん、ずっとね、ホロライブ入り目指してるんですけど。いや、やめろって。最近ホロライブって昆虫食が流行ってるんですよ。してない、いいもんね、全く別文脈です。ペコラちゃんがね、誕生日配信でね、早い早い、ずっと喋るな、こいつ。サソリ食べてたの。ペコラちゃんがもうね、サソリ料理作ってたの、赤いハートさん。うん、そう、可愛い子ってもしかしてみんな昆虫食可愛いアイテムになってきた。いや、すごい喋るな、新年すごい喋る。怖っ、黙ってたの、ずっと出たかったの。すごい、いや、でもホロライブとあなたは全然違いますからね、うん、ホロライブは本当に可愛い子が食べててかわいそうだなって思うけど、ガチ、おい、死んだ魚の目やめろお前。ホロライブでそんな目のやついねえわ、うん、あー、うー、
いや、おい、しっとり合う、なんだお前しっとり合ううるさいな、お前、今年もおいおいなんだこれ。最近やっぱホロライブさん、コーンとしても食べてらっしゃるらしいんで、っびっくりしたわ。ガチ恋さんもライバル心燃やしてらっしゃるみたいで、同じ空間にいない映像掛け合わせたのかと思ったら初めちょ、ガチ恋さんね、新年暴走しすぎてからいろいろカットされてるんですよ。そう、お互いがずっと喋るからハハハハ、何してんのすごい動き水かよ何やれ顔なんでその顔よはいはいじゃないんだよ急に水取りに行ったんだよ。完全にオフショットだろ今のは。咳払いがちょっと5歳児らしくなかっただろ。お恥ずかしい。いやいや恥ずかしくないだろ、どの顔が言ってて。あーもうね、太ももが伸びた。いった、太ももが伸びた、筋が伸びた。あー、ドラえもんのかと思った。いくよ。まあ僕は太ももがジャイアンだわ、うん、返事せんとこ。はい、いきまーす。ひどいね。あー、これ名作だな。これはもう反省した方がいいよ。いやいや全然、いや、あの、全てがかかってんだよ僕という存在の。どういうこと？あの、だってキムスバとさ、うん、キムスバって知ってる？木村すばるさん、声優のジャイアン声優の。あ、そう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 、そのキムスバ。あ、それとかかってたの？ジャイアンの声優やってるから。え、この時もうすでにそう？いや、会ってっからキムスバと喋ったから。へえ、うん。おいおい、なんだその目、お前マジでジャイアンに殴られたみたいな顔してんな。めんどくさい、めんどくさい、めちゃくちゃめんどくさい。最近 Amazon プライムで映画すごい見てるんですよって言い始めて、あ、映画だったらどんな話でもいけるわと思って、基本的に、はい、え、何見たんですかって、この話なら乗れるわと思って言ったら、それがしの名は、違うわ、なんだっけな、何それがしの名はなんていう君の名はの江戸時代版なんてある？違う違う違う、なんだっけ、あの政治家がよく言うのをさ、タイトルにしたやつ。へ、政治家がよく言う、政治家がよく言うセリフなんだっけ。ちょっとダメなやつ、ダメなやつ、あんまりダメなやつ、よろしくないやつ。汚職？え、じゃなくてさ、そんなん聞こえませんでしたみたいなやつなんだっけ。散々ダメですよ、散々聞こえませんでした、そんなの耳から流れますみたいな。全然わかりません。ちょっとあ、ほらほら、それそれ、わかりません、ません、せん、さようでございませんみたいな。ございません、待って、お願い、ちょっとここ時間取らせてくれ。ございません。あー、あれか、それ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 、あれか、なんだっけ、総理大臣になるやつね。それは話、ストーリーは知らないんだけど。記憶にございません。あー、そう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 、それ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 。ちょっと待ってまずまずピニャックのステージモデルが面白いしちょっと待ってくれよ、たまに使う緊急用のやつなんだけど。おしょくんおしょくん、しかも高いの食べてましたもんね、企画でどっかで。いや、食べましたけど、はい、あれは罰ゲーム的な感じで食べましたから。これはもうバーゲンセール。バーゲンセール。こんなにいっぱい、高め高いんだよ。いや、知らない知らない、いいよ。高いのに。需要がないんだよ、そんなに。もったいない。海外じゃ今取っちゃダメなんだよ。そうなんですか。そうなんですよ。あー、じゃあそれは貴重なんですね。高め？間違えた。怖っ、お前高めポーズ。違うよ。タガメ博士ってしようと思ったんだよちょっとバグっちゃったんだよ。タガメポーズやめろ。ヒーン、タガメポーズはこうでしょ。これタガメ、タガメこうなっていくか。タガメポーズ憑依するな、タガメを。ガーガーは、あー最悪だよお前おい口の中のタガメ見せんなガチコさんやべえなこいつ。いや本当にこれは反省だよポンボクさん。言っとく言っとくってお前だろ。タガメポーズ、いやもう本当に今見返して本当に笑えないわタガメポーズで僕もおかしくなってんだろうね。あ、ガチコさんの横にいて、横にいるから、おいタガメ憑依するなじゃないんだよ僕もマジでな。最近気づいたんだよね、100均ってね、100均の新たな楽しみ方気づいたの。あ、ごめん、福袋中に聞いて。いい、うん、
カットしろ、カット。この間100均のポーチが壊れたんだけど、すごい嬉しかったんだよね、はい、なんで壊れたのに。100円なのにもう2年ぐらい使ってやっと壊れたってすっげえお得だなと思って。だから100均って壊れた瞬間も嬉しいんだと思った。何言ってんだ。うわ、深いね、なんか。深くねえわ、うん、なんだこれ。いらん話してカットした。いらん話だな、うん、いや、これなんだよ、皆さんお伝わりしたでしょうか。多いね、これ。あの、合間にね、もう100均トーク挟まってますからね。皆さんの倍僕は100均トークを聞かされてますから。てか、さっきのやつ食べたいわ、そのピカチュウスペシャルみたいな、そっちの。ああ、まあ、うん、どうする、バトルする、じゃあ。は？どうやってバトルするの？まあ、エアポケモンバトル。あ、いいよ。それ勝ったら、そのさっきのやつくれんの？いいよ。あ、いいじゃん。いけ、ギャラドス。ドゥルドゥ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 ー。ギャラドスね、水ね。いけ、ピカチュウ。ギャラドス、破壊光線だ。ドーン。ドロロ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 。ピカチュウ、負けるな。100万ボルト。ダーン。うわあ。スイカうま。おい、え、飽きるなよ。もう勝ったじゃん。なんでよ。効果抜群だじゃん。仕方ない。なんだこれ。負けたわ。これちょっと反省しましょう。反省ですね。これは反省しましょう。そう、もんない。なんかこう食べる動画ってさ、合間になんか喋らないとっていうのがあるんだよね、はい、いろんなネタを盛り込むんで、その中で良かったものが動画になって雑談として使われてるんですけど。いや、もうエアポケモンバトルはもう二度としない。ひどいわ。ひどかったな、これは。今見てももう言いたかったわ。次、最後なんですけど、はい、これだけちょっと怖い、ちょっと怖いなって思ってるのがあって。怖い。あの VR チャットのホラー回ってる時にピーナッツくん写真撮った後に男の人のね声が入ってんの、なんか何笑い声みたいな。はい、チーズ。おい、悪趣味なことすんなよお前。悪趣味なことしやがって、変態やろうかお前。最後言い過ぎだ、言い過ぎだ、じゃかましいわ。おい、悪趣味なことすんなよお前。悪趣味なことしやがって。おい、え、男の人っぽくない？なんか人間の声っぽいんだよね、機械っていうより。なんか、うん、いや、僕の声じゃないもんね。そう、死体となんか写真撮ってそんな声入ったらおしまいだって。VR チャットでそんなと、あんまりもうホラーは控えましょう。いやいやいや、もうでも決めてあるんで、この後この後撮るやつ VR チャットのホラーなんで。おい。だけど NGC 見ていきましたけど、いや、結構あるもんですね。新鮮ですね、こうやって動画で見返すのは。いや、今後も出てきたら反省していこう。そうですね、たまったらちょいちょい出していきましょう。だってキンキンに冷えてやがるを言わないのは本当におかしいもん、うん、キンキンに冷えてやがる。やったー。本当やだわ。なんでこれを言わせる意味がわからん。いやいや、そんな別に嫌なんだよお前とコンビ芸人みたいなの。本当にここもカットでお願いします。はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。また明日。じゃあね、バイバーイ。バイバイだっちー。実はね、この動画もいっぱい NGC になったからね。本当だよ、今日めっちゃあったな。今日本当にあったわ。